新たな。いやおいいかな、いいかな。ゆめやです。ひろです。まんちゃんです。醤油のあの切り込みのあの名前、のっちロックなチャンネルです。本日の動画はよナンバーアイボンパフォーマンスビデオです。さあというわけで今回はパフォーマンスビデオということで、ミュージックビデオとは違ってもダンスに特化してみてるという動画。結局ね、結局そういうところもね、結局そういうところね。なのでもうダンス堪能して見れるってことですか。どうですか、パフォーマンスビデオはまだ見てない。いやーこれは見てない。 しかし縦動画が止まらないのよ。はい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 。 TikTok、 YouTube、 もうだからソロのあれはもう見てるから、はいはい、そこはまあだからそう見たなりのコメントもしつつ、はい、もこのトータルのこの作品自体は初見なんで、うんうん、全体の流れも込みで見れる。そうそうそう。ナンバーアイのパフォーマンス、ダンスパフォーマンスビデオってもうほぼ MV ですもんね。いやそうね。お前のその最初の冒頭の入り方なんだ。ナンバーアイのパフォーマンスビデオだからか、なんかどポエムポエムで。アイワイ MV だけど今回もなんかその気持ちでちょっと見れた。作品だからね。そう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 。パフォーマンスビデオと言いつつ、すごいクオリティでくると思う、うん、本当にちょっとそこも含めて早速ワクワクチェックしていきたいと思います。よいしょ。はい、ボン、おう、あおう。あのね、神宮寺君と今日の僕の帽子がね、くしくも一緒っていう。一緒っしょ。黒のドジャースね、黒のドジャース。全く一緒だよね、これね。確かに。全く一緒だと思うんですよね。マジで。だから本当に一生懸命だって、マジたまたま。ってことは、あれだ、ナンバーアイは、ウェスタイ系だ。おウェスタイ系。これね、これ僕の、これちょっと小話挟むと、はい、これ僕ロックダンスやってるんで、はいはい、ロックダンスってもともとそのロサンゼルスというか西海岸の、で生まれたダンスのこうジャンルなので、はいはい、だからロックダンス、ポップダンスとかは本当にそのなんだろう、あんまりニューヨークの帽子こう被らないみたいな、ヤンキースを被らないみたいなちょっと風潮となんかちょっとこだわりある人が多くて、はいはい、で俺はだから昔ヤンキースの美女の方が好きだからヤンキース被ったんだけど、先輩にそれでもうロッカーだろみたいに言われたからなって俺もそっから確かにと思って、俺の知識が足りなかったと思って俺はドジャースを被るっていう。なるほど、おーなるほど。あるんでだから神宮寺くんが LA ってことはじゃあナンバーAは LS スタイルだっていう。ウェスタイ系、ウェスタイ系だっていう。なるほど、勝手なね考察が入ってくる。うん、おあー、ここですね。はいはいはい。おお、いいかない。あれだね、俺結構びっくりしたのは、こう前からこう、あ、正座か、前じゃなくて正座ね、正座からこう入ってさ、めっちゃ音細かいのにさ、こう線で撮るんだと思って、ああ、はいはい、確かに、ルルーンって撮るんだと思って、正座スタート新しいスタイルですよね。そう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 、結構こう加速がこう、徐々にこうギアを一足二足って上げて感じなんだなっていう感じで、岸君がガッと入ってからちょっと一個こうギアアクセントが入り始めて、ギアがちょっとずつ上がり始めて、でこっからもっと音数増えるかなと思ったら、神宮寺君が西海岸風、西海岸風を添えてのボンスタイル、そうそうそう、LA ボンスタイルね、LA ボンスタイルをやって、おまた落ちたみたいな、このセットがカカ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 
だからもうこの中だけでももう音数のこう振れ幅がめちゃめちゃすごいなって。なんかでもこのね、やっぱこの間のなんか溜め方のこのなんだろう、こうグループのこう引き込み方とやっぱこうダーッと音数の増えた時のラッシュ感のこの緩急の差があるのがやっぱこうナンバーエンのスタイル、確かにダンススタイルのやっぱすげえ真骨頂だと思って、なんかこうらしさがやっぱこう見えてて、曲が変わってもやっぱり曲ごとのニュアンスは出してほしいんで、やっぱやっぱ変わらないもんだから、ナンバーエンに求めてることってあるじゃん、このチームに求めてることって、それはやっぱこの段階で堪能できる、俺がこうギリで止めたとね。いやいやいや、カメラエフェクトもあるけどさ、いやさ、これさ、本当にさ、これみんなすごいな、ドンってなんかさ、俺見ててさ、ここマジやりそうで、すげえ怖えんだけどって、これやばいなと思って、みんなパワーが半端ない、強すぎでしょこれ。いやおうわ可動域えぐいなうわあーそうね、そうね、やばいね、やっぱりですね、裏のピンピンになってるところとしたらちょっとおおってなりました。裏のピンピン裏の音でなんかピンピンみたいになってるとかじゃないですか。裏のピンピン、あれ裏のピンピン、裏にピンピンになってるとか裏のピンピン、あ、行こうピン、あー、その音か、いや、なんかこうピンピンそこで、なるほどね、ピン、なるほどね、俺あの、俺ピンじゃなくて、俺フレーズにとってるの、うん、あ、うんだね、うん、だ、あ、そっちのフレーズのスタッカートでとってると思って、あー、なるほど、でも同じタイミングで入ってるから、確かに確かに確かに、あー、そっちですね、いやいやいや、そうです、いや、俺音取っちゃった、同じタイミングで入ってるからね、うん、あ、うん、うん、うん、ピン、うん、なるほどね、そっちが聞こえた、あ、まあ、そう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 、まあ、聞こえちゃった、それ聞こえ方だから、聞こえちゃった、あとこれね、このスタイルがね、めちゃめちゃあるんだけど、あの、あ、翔くんはここをめっちゃこう通しながら来るんだよ、で、ちょっと体は起こし気味で、あ、こう入ってくる、で、神宮寺くんは結構まっすぐで、ここが、はい、ここ、かごつけてまっすぐでこう来る、おで、岸くんはめっちゃここ倒す、確かにっていう細かいこのちょっと見せ方のスタイルと、あ、で、やっぱここが一番ミソだと思うんだけど、ボンだけ取るんだったら多分ね、こうフラッシュして終わりだ、ボン、ボン、ボン、だけど、これすごいのがボン、うん、うん、あ、ボン、なるほど、ボン、うん、で、ボンをアウトで取って、はい、ビートをキャッチであの、あ、取るっていう、あ、なるほど、あ、それはどう、そう、見えてなかった、ほんとだ、あ、ビートは、そう、そう、わかる、ボンのフレーズをこっちで取って、ボン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 、なるほど、ビートをインで取るっていう、どっちかだけで終わらないっていうか、はい、どっちも贅沢取りしてんのが、はい、やこの、なんだろう、確かになんかこう、なんか癖になるというか、はっきり見えますね、うんうん、っていうところ、なるほど、あー、ベース、ビート、ベース、ビート、ベース、そうそう、っていうのが、そう、ここの特徴かなって思って、この、で、これリラックスモードですね、あー、いいね、ナイスナイス、おー、うわぁ、おいー、
この畳みかけをね、毎度のこの構成移動をガンガンに入れてくる。今度はこの普通にこう人のこのムービングでまたこう違うマダラッシュの見方っていうところ、やっぱこの3人っていうものをすげえフルに活かしてるっていうと、1,2 の構成だったりとかっていうところ、あとはやっぱこの千利休と千利休とこれ能歌舞伎、これはこれねこれっていうのと、まあちょっとやっぱこういうやっぱ小ネタというか、やっぱこうフレーバーというかこうエッセンスはやっぱこううまくこうヒップホップっていうルールの中にこう遊びを入れてくるのがやっぱこうすげえセンスあるなと思って、ただその逸脱すぎない、ブツにブツンブツンと壊さないように、ただこうテーマをしっかり盛り込んでくるのはやっぱすげえセンスだなって思うね。うまいね、このノリうまいよな、マジでノリがねめっちゃかっこいいんだよね、なんか岸くんの声が、なんか岸くんの声で結構ガラッて変わると結構あしかもなんか結構岸くんの声なんかこの和の音となんか似てるなって思ってて、なんかキーンみたいななんかあるじゃないですか、あ高い声似てる、ジンジン、うん、なんか その音になんか似てるなと思って、なんかすげえマッチしてるなって聞きながら思ってました。ここで高音が生きてくると、あそう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 、なるほどね、いや分かる分かる、岸くんね、そう歌で声で、あの、転調つけられるから、ね、それ武器だよね、わかるわかるわかる、膨らんでくイメージね、かっこいい、おー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 ウエッサイドウエッサイドウエッサイド、ほらやっぱウエッサイドの癖回収してきた、ウエッサイド言ってたよな、今感じ言ってたな、ウエッサイド言ってたよ、俺の説明聞いてました、冒頭のフラグ回収、ウエッサイド言ってたな、いやすごいよ、ちょっとこれダンスブレイク、うん、いやーかっこいいよね、あーこれいいよね、キャッチーでね、もうこういうのはね日本人もそうだけど、やっぱこういうキャッチーなところはね、ああああやっぱ世界仕様だね、はい、こういうの受けるから、はい、あーこういいよいいよ、取るねー、これ、なんだっけこれなんすか、シャカチじゃなくてシャカチはこっちだから、こっちなんだっけ、口なんだ、こっちなんだっけ、口、いやー出てこない、コメント欄でコメント欄で、コメント欄で、そう、でもね、やっぱね、こう、ずいずい、やっぱ、はい、入れてくる、ここぞとばかり、いいね、いいね、神宮寺くんの衣装が青だから、はいはいはい、この水の音でなんか、ね、あーそうそう、マッチングね、なるほどね、こっちから見てウェッサイ、イースサイドね、はいはいはい、西、東ね、なるほどなるほど、盆栽、盆栽、うわぁこれこれようわぁガガ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 これぞリアル脱毛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 ですよ、いやーやばここ彼のダンス力がねえぐいなぁ、ないやこれ、うん、おわラストかっこよ、これラストの神宮寺くんのねこのねエナジーある表情でやるの好きよ、そう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 、あーいいエナジーやっていい、おーおー、かっけー、ここのゲー、いいね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 、
いいね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 あ、いいねいいね、今のいいね、今のいいね、ナイス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 。いや、すごいよ。いや、さすがですよ。すごいわ。さすが。いや、めっちゃ見応えあったな。いや、もう、なんつうの、このやっぱらしさの中に、やっぱこうテーマを大事、やっぱ世界観大事にしてるっていうのが、うん、やっぱこう、はい、ダンスを通して見てもやっぱすげえ伝わる。やっぱそのアイコンムーブというか、うん、はい、そのあ、わかるわかる、このボンで、我がテーマの中で、うんうんうん、でこう連想ゲームのようにこういろんな、はい、こう随所にこう動きというかパフォーマンスを入れてくるところの落とし込み方、まあ、さっき見たけどそんな感じかな。でもその中にナンバーアイのスタイル、うん、好きなダンスのスタイルとのこの調和、うんうんうん、でこういう一曲のこうなんかボンでしか出せないこの作品ができてるなっていう、うんうん、であとはこれを再現する彼らのダンス力と歌唱力と表現力と見せ方、彼のパフォーマンス力っていうんですか、はいはいはい、うん、やっぱあってだね。やっぱだからなんつうのこう、俺はそのプロデューサーとかじゃないんだけど、まあ、一位視聴者として見てもやっぱ力あるよ、うん、めちゃめちゃ力あるよね、ナンバーアイね。なんてナンバーアイバリエーションめっちゃ多くないですか。ね、バリエーション多いんだよね。いっぱいいっぱい出てくるから全然いつも飽きないし、ナンバーアイしか出せないなんかダンス多いなっていうのを、うん、なんかね、その結構さ、かっこいいというか、どっちかっていうと色味的にはさ、なんかフレッシュっていうよりもちょっとダーク寄りじゃん、割とこう結構ドープな方かな、うん、だけどさ、彼らの俺そこのこのすごいところってユーモアっていうか、ユーモア入れるのすげえ俺うまいなって、うん、確かに作品の中でもさ、ブラックその最後のね、あのホラーを入れたとかっていう、なんか紙芝居とか、はいはいはい、あの老人メイクとかやったりとかっていう、なんかそれなんか遊び心があるのがめっちゃ俺好きで、結構ボンはなんか3作品目にしてちょっとこうある意味いい意味で肩の力抜けてきて、はい、なんかちょっと自由にやってる感じが俺はすげえ見えて、なんか そのバランスがいい。だからこのシリアスなこういう部分と、なんかその抜けたこう表情というか、こういう感じの遊び心のある感じ、なんかピシ君のリバのファってこうサークルにパーッと回ってきた時の表情の砕き方とか、そう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 、なんかああいうなんだろうな、喜怒哀楽のテンションとこう緊張と緩和もすごく俺はあナンバーアイの魅力かなと思うね。そこのやっぱ3人の技術あってこそ、うん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 、かつね、やっぱ日本の和の要素もいいですし、ね、そこはすごいですね。いやすごいよね、見応えあるよねやっぱり、うん、あと思ったらこれ生パフォーマンスマジどうなってるんですか。一応 MV とパフォーマンスで今回ダンスに特化してこれラップやりながらもちろんやるって感じです。質落とさないだろうな。いやだから生パフォーマンスこれめっちゃ痛いな。痛いだろうな、っていうのがねちょっと楽しみなと思った。というわけで、今回はナンバーアイのボンパフォーマンスビデオを見たわけですけども、やっぱねやっぱ結局ダンスということで、いやいいぜ、マジ見応えあるんだよ、本当に本当に見応えある、ね、ステージが無機質だったから、なんかすごいダンスにあそうフォーカスして集中できた、集中して見れたんで、またちょっとナンバーアイの動画上がったら、引き続きチェックしていきたいと思います。はい、じゃあそんな大谷翔平もロサンゼルスドジャース入ったということで、これから皆さんもニューエラ被るときは、LA のドジャースのキャップを被りましょう。チャンネル登録、高評価、通常にしてまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。